平成25年12月7日、阿蘇市内の牧の阿蘇体育館で、年齢50歳以上の一般男女によるピンポン玉より一回り大きなボールを使用するラージボール卓球大会が開かれました。これは阿蘇体育館の指定管理者の阿蘇ワークネットの主催で行われたものです。参加資格は阿蘇市在住か勤務先が阿蘇か、または阿蘇市で活動するクラブに所属している50歳以上となっています。一般男女35人が参加しました。競技は男子一般、男子シニア、女子一般 AB クラス、女子シニアの5部門に分かれ、 11.3 セット勝負で予選リーグ3位までの入賞者が決勝トーナメントに進み優勝を競いました。最高齢者は男女ともに89歳で、はつらつとプレーを楽しんでいました。優勝は部門ごとに、男子一般は中通りの松田誠二さん、男子シニアは坂梨の志賀明夫さん、女子一般 A クラスは三久保の坂本聖子さん、 B クラスは宮地の宮崎美奈恵さん、女子シニアは黒川の寺西聖子さんが熱戦を制しました。阿蘇市では120人ほどのラージボール愛好家が6つ以上のグループごとに毎週練習を重ね、技術の向上を目指しています。